一番大きいやつじゃない？これだけ？あとこれ。あ、では。いや、ちょっとそれ剥がそうよ。では、インスタグラムで教えてもらった本を買ってきました。パラレルワールドラブストーリー。本目？もうこれはね、映画の広告もやってるやつ。2つ目、次これ、仮面病棟。次これも多かった。これも多かった。これと次元病棟、もし繋がってるんだっけ。なんかわかんないけど2冊おすすめしてくれたけど、まずこっちにしてみました。で次これ、絶対面白いね。絶対面白い。ミナとカナエさん。一番多かったじゃないですか、ミナとカナエさん。これ多かったね。あとこれ。これも絶対楽しい。楽しくないね。とこれ。あれ？これはりょうくん？いや、ちょ、それもおすすめ多かったよ。で、はい、りょうくんが選んだやつがこれです。これもおすすめしてくれてたぜ。うん、本屋さんがおすすめしてたのか。本屋さんがおすすめしてめちゃくちゃ分厚い500ページ超えの本です。一番楽しみなのは花の鎖これが一番楽しみ。これを生きた帰りに読みたいと思います。読んだらまた紹介します。まずこれを買いました。6冊。あら、ありがとうございます。皆さん読みます。また面白いやつシェアしたいと思います。ではまた。その前の出来事は？その前の出来事？ポーを食べました。ああ、ポーを食べてチェックインが3時なので、それ前。これは何アウトレット？ワイケレ？ワイケレアウトレットに来てます。初めてだね。初めてだね。えキッチンついてるの？え当たりじゃん。何？めちゃめちゃ広い。めちゃくちゃ何このリビング、引くんだけど、やばくない？まさかじゃない？出口あるよ。
あ、外す、え、外すごいわ。すごい。オーシャンビューですね。広いし。え、やばくない？なにこれは、ね、テラス席。ベランダ？なんていうの？バルコニー。バルコニーあるわ。もう荷物あれちゃう。やばくない？やばくない？部屋指定なしの部屋じゃないよね。やばい、ソファー座っちゃう。最高だね。何これ。これは帰り。何でもあるよ。あれはフライ。おお。え、もう。住めるよ。冷凍庫はちなみに。外行こうぜ、外。何が？海が。オーシャンビュー。オーシャンビューで泊まった日、ろくなオーシャンビューに泊まったことないですよね。あの、企画内ギリギリみたいな。セミオーシャンビューぐらいにしか泊まったことない。気持ちよすぎる、すごいよ。コンドミニアム探してなくて。いやね、キッチン付きはあんだけ探してなかった。やめた。やめた。うん、ターゲットとかも。ロードストロームラックス、ラックと TJ マックス、安くスマップ用。あ、もう並んでるんだ。ウルフギャング。はい、帰ってきました、ホテルに。で、今使ってるリップはロレアルパリルージュシグネチャー113番です。で、カラコンはフレッシュルックデイリーズのグレーをつけてます。で、今日夜ご飯はウルフギャングのアワー、違う、ハッピーアワーで、私はちょっとしたこう魚のなんだろう、おつまみみたいなやつ、パンに乗ってるやつなんですけど、それとあとビールを飲んで、今日夜ご飯は終わりです。4時ぐらいに食べたんですけど。で、カレーはステーキみたいなの頼んでて、ハッピーアワーはね、安い。2人でそれで30ドルぐらい、あのチップ含めて30ドルで終わったので、夜ご飯すごくね安く済んだんですけど、ただ早めなので6時半までなので、あのお腹空いちゃうかもしれないんですけど、そこでいっぱい食べればだいぶお得に、あの夕飯済ませられます。はい。で、今日ねそんなにあの回ってないんですけど、ロングストラックスプチプラムコスメを買ったので、ちょっとこれは別で購入品を今から取ろうと思います。はい。もうまだね7時半なんですけど、ちょっと眠すぎて、時差ボケと、私飛行機で本を読んでて、1時か2時間ぐらいしか寝てないんですよね。1時間とかかな。だから眠いので、この購入品を取ってお風呂入ったら寝たいと思います。はい。1日目、ビログはこんな感じです。明日はね、トロリー、 HS のトロリーで結構いろんなところまで行けるみたいなので、ちょっとね今まで行ってないところに行こうと思います。はい。最後まで見ていただきありがとうございます。おやすみなさーい。